に幸せ発掘したいなんですけど、わかりましたか？バサシ
ね、熊本のうまかもたくさん食べてみてください。実はですね、こちらの熊本スクエアの後ろ、皆さんの右後ろにもフードコーナーがございます。あちらにはですね、熊本の名物いきなり団子もあります。いきなり団子って知ってますか？知ってます？食べたことありますかね？知らない方も多いみたいな。僕が、あ、僕が作るて？おお、芋がほっとりますね。鶴が長い。Bye.
リアルさ、実はあるくまもん体操というね踊りをいつも踊っております。くまもん体操というのを知ってる方、